どうも K ブログです。今日はですね、前回もすごい簡単なカスタムしたと思うんですけど、今回もめちゃくちゃ簡単なカスタムです。前回はここ、グリップエンドを金色に変えました。今回はですね、オイルクーラーのここのカラーですね、ここ青がついてるブルーですね、青がついてるんですけども、ここを金に変えていきたいと思います。上ネジ外して入れるだけなので、ここもめちゃくちゃ簡単です。ではやっていきます。ちなみにですね、交換するのはこちらです。アクティブの13段用のオイルクーラーのカラーになります。これを使ってブルーのところをゴールドに変えていきます。ではやっていきます。こんな感じで簡単に取れますので、あとは新しいものと交換するだけですね。どうしようかな、ボルトはそのまま再利用でいこうかな。よし、じゃあまず片側交換完了です。次左側やっていきます。はい、じゃあ交換終わりです。めちゃくちゃ簡単ですよね。まだ動画回して2分ぐらいなので、動画回さなければもう左右1分ぐらいで交換できるところだと思います。こんな感じで金色になってます。できればね、オイルクーラーも黒に塗りたいなとは思ってるので、時間あればその辺もやっていきたいと思います。徐々に金色が増えてきましたね。前回から見ていくとですね、サスペンションが黒金になって、グリップエンドが黒金、あとはブレーキレバー、クラッチレバーの黒と、金が入ってると。でこっちに金色のカラー、あとプラグコードが黄色で、ヘッドライトも黄色、あとはZ2 のタイガーカラーのタンクを乗せれば、外装を乗せればかなりまとまった仕上がりになってくるんじゃないかなと思います。すべてはですね、そのタイガーカラーのタンクを乗せるイメージで、すべて部品を購入してカスタムしているような感じなので、この火の玉カラーに合うようなカスタムをしているわけではないです。最終目標がやっぱりタイガーカラーなので、そこに合わせたカスタムを今しているような感じになってます。次はおそらくタンク、外装かなと思ってますので、もしね、よければその動画も見ていただければなと思います。じゃあ今日はですね、簡単でしたがオイルクーラーのカラー交換になります。ご視聴ありがとうございました。